争なんてどちらも自分たちが正しいって思ってる。人間の差が、いや、豪華、悲しいな。フィリピンを奪われた配軍の将、ダグラス・マッカーサーとの会談を踏まえ、陸軍大臣、霊夢は対枢軸陣営との海戦を、帝国議会に提出。海軍大臣のマリサは、公国の後輩この大戦にありと宣言し、真っ先にこれを指示。両軍部大臣の連携による議会掌握は、歴戦の軍人の凄みを際立たせると同時に、お飾りと化した岡吉将の、黄昏を感じさせるものであった。日本の動きは即座にアメリカ、イギリスへと伝わり、それまでは極東の軍事大国として、鬼の子に触れる扱いであった日本に対し、極めて友好的な報道が行われる。当然のことながら両国のこれら一連の動きは、メディアに対する両国政府の働きかけが、強く影響を与えていることは言うまでもない。一方、国内では開戦にあたり、かつての中国との戦いとは、異質の緊張感が国内を覆うこととなる。空襲に備えた防空防火意識の啓蒙に始まり、物資の節約を推奨する運動、生産性向上運動など、戦時体制への転換を、急速に進めていくのであった。失礼します。石原、今村入ります。欧州での戦闘、ご苦労だった。状況はどうだ？戦況という部分では連合国側はかなり苦戦しています。ブリテン島への侵攻や空爆は山本長官率いる、大和を中心とした艦隊が睨みを利かせていますので、防ぐことはできていますが、現状では、反転攻勢を行えるほどの状況は程遠いと言わざるを得ません。共闘法を築くのも難しそうか？地上戦力の比が兵力差が大変厳しいと言わざるを得ません。第三帝国の機甲師団の実力たるや、鋼鉄の虎のごとくであります。我が国の機甲師団では手に余る、ということか。閣下のご尽力により、用立てていただいた我々の虎の子ではありますが、小虎が歴戦の大虎に立ち向かうのは、いささか無理があります。市街戦では作戦次第では可能性も見えてまいりますが、平野での戦車戦は戦車壕など防衛陣地を固めたとしても、結果は厳しいと思われます。石原くんの意見は？私も今村さんと同意見です。その上で、航空兵力及び海軍力は我が国に大きな優位性があります。これらの優位性を生かした戦術の再構築が必要と思われます。そして、現況を鑑み私が最も危惧しておりますのが、中国大陸で第三帝国との戦闘が勃発した場合です。確かに中国大陸は、山岳地帯も多いが主要都市は平野部だ。虎の群れに蹂躙されかねん。今村さんのおっしゃる通りです。閣下、少なくとも陸軍は欧州戦線から完全に手を引き、アジアに戦力を集中させ枢軸陣営を追い出しつつ、中国大陸の支配地域の要塞化に舵を切るべきかと。私も石原さんの意見に賛同します。石原くん、ロシア・ポーランド国境に展開させている師団を満州に戻せ。鉄道をフル活用して迅速に移動を完了させろ。戻ってきた師団は石原くんに預ける。直ちに満州にて防衛体制の構築を頼む。あと山下も台湾に戻して南方作戦に参加させるんだ。今村くん、君には南方作戦の総指揮を頼む。山下、本間、宮崎も向かわせる。アジアからファシズムを追い出せ。かしこまりました。閣下は常に生き残れと我々におっしゃり続けられております。しかし、私は捕虜は予習の恥ずかしめを受けずと、閣下のお考えとは無逆の先人君を起案した人間です。そのような私に、このような大役をなぜお任せいただけるのでしょうか。人は偉そうな肩書きがつくと、本音とは異なる立ち居振る舞いを強いられるものだ。君の評判は各方面から聞いている。理由はそれだけだ。何か不満があるか？いいえ、ございません。
直ちに準備に取り掛かります。作戦開始時期はどうする？台風の時期は回避したいところですので、最速で12月初頭が望ましいでしょう。その時期ならば、欧州は雪に包まれ増援もなくなるでしょう。まさに好機ですな。わかった。早速準備に取り掛かってくれ。現時刻をもって、本作戦を阿房作戦と命名する。いよいよ。ですな。と、何をお読みですか？我が闘争だよ。第三帝国総統、ヒトラーの著書ですか？ああ、霊夢から借りたんだがな。敵を知り己を知れば。というやつですか。よく読むと、どの面下げて我が国に同盟を持ちかけてきたのかと思うぞ。と、おっしゃりますと。奴はアリア人種を文化創造者、日本民族などを文化伝達者、ユダヤ人を文化破壊者としているんだよ。つまり、我が国の固有の文化ですら表面的なものであって、あらゆる文化的な基礎はアリア人が創造したものであると。そして、強国である日本の地位もアリア人種ありきのもので、欧米が衰退すれば我が国も衰退すると。そんな理屈だな。なんともまあおぞましい思想ですな。万世一系の高等をいただく我が国の文化に対しての冒涜です。主義主張はそれぞれの事情があるからな。だが、このような我が国の国体を侮辱するような書籍ですら、自由に読むことができる社会は、何としても守らねばならんと思っている。おっしゃる通りです。よない、例のものは間に合いそうか？空母艦載機級の攻撃力は実現できませんでしたが、航空機の搭載という部分までは実装できております。それで構わん。先行して実戦導入を行い、2番艦3番艦の開発に活かしてくれ。かしこまりました。しかし、山本も奇想天外なことを考えるもんだ。柔軟な思考が彼の良いところです。そうだな。ふふ、空母も空港もない海の底から突然戦闘機が出てきたら度肝を抜かれるだろうな。臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。12月8日未明、大本営及び外務省発表。英国との同盟関係及び昨今の世界情勢に鑑み、ドイツ第三帝国及びイタリアを中心とする枢軸各国に宣戦を布告いたしました。開戦にあたり、国民の皆様に陸軍大臣より発表がございますので、このままラジオの電源を切らず発表をお聞きいただきますようお願いいたします。また政府及び大本営より随時状況について発表がございますので、可能な限りラジオのスイッチをつけた状態で過ごされるようご協力をお願いいたします。それでは陸軍大臣の会見になります。国民の皆さん、陸軍大臣を務めております白霊霊夢です。ただいま、戦線のご消極が管轄されました。欧州におけるドイツ第三帝国、ファシズムの勢いは、止まることを知らず、今や我々が住むアジアへ、侵食を進めつつあります。東亜全極の平和は、これを念願する帝国の、あらゆる努力にもかかわらず、ついに決裂のやむなきに至ったのであります。これまで政府は、あらゆる手段を尽くし、大枢軸陣営との国交調整の成立に、努力してまいりましたが、彼らは従来の主義主張を、一歩も譲らざるのみならず、アジアへその勢力を伸ばすに至りました。この蛮行に対して英国はあくまで平和的妥結の努力を続けてまいりましたが、彼らは何ら反省の色を示さず、今日に至りました。もし帝国が彼らの行動に屈従すれば、帝国の権威を失墜するだけでなく、ついには帝国の存立をもその危機に陥らしむ結果となるのであります。ことここに至りましては、帝国は現下の時局を打開し、東亜全極の平和と帝国の自尊自衛のため、断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。私は不祥なりといえども、軍部大臣の大役を仰せつかっておりますがゆえに、一心を捧げて決死報告に準じるのみであります。国民諸君もまた己が身を顧みず、四股の見立てたるの光栄を同じくされるものと信ずるものであります。東亜全極の平和、そして自尊自衛を目的とし、公国は決断を下す枢軸陣営に占領されたアジア各国の解放と自国の防衛を重点目標に作戦を転換。阿房作戦と名付けられた本作戦の初動目標は、フィリピンとインドシナ半島に定められる、陸軍航空隊は、上陸部隊の援護のため、各地に爆撃を開始した。これに対しフィリピンを占領した枢軸陣営は、連合国の反攻上陸に備え島全体を要塞化、強力な防御陣地に野砲を設置し、徹底抗戦の構えを取る。しかし、それらは上陸部隊のような、地上兵力には有効であったが、陸軍航空隊の爆撃には無力であった。彼らは南方特有のスコールのごとく、敵陣地に爆弾の雨を降らせていく。野砲の沈黙を確認した阿房作戦総司令官、今村仁は、自ら先陣を切り、台湾よりルソン島へ、
上陸作戦を決行する。ヨーゼフ・ディートリヒ率いる師団が、上陸阻止を試みるが、爆撃により爪もくちばしもそがれたわしに、抵抗する術は残されていなかった。橋頭保を確保することに成功した今村は、台湾より機甲師団を送り込むことで、迅速なフィリピン制圧を試みる。その頃、欧州では大和を中心とした艦隊が、山本の指揮のもと大きな戦果を上げていた。戦艦として敵主力艦へ、致命的一撃を与えるだけでなく、単艦で敵戦闘機46機を一度に撃墜するなど、その設計思想通りの戦果を出すことで、枢軸陣営側だけでなく連合国側にも、不沈艦、徴兵機としての存在感を、誇示するに至るのであった。小玉です。入ります。小玉くん、忙しいところ呼び立ててすみませんな。とんでもございません。今日はどのようなご用件でしょうか。第三帝国との戦端が開かれたのは知っているかと思いますが。はい。今村中将機下の師団がフィリピン奪還間近。インドシナ半島の奪還も堅調と伺っております。耳が早いですな。私の仕事は情勢をいち早く把握し、必要な資材を軍へ供給することでありますゆえ、情報は命です。しかし、閣下が南方作戦に参加されずこの大陸の地にいらっしゃるということは。そういうことです。南方作戦と同等の重要な作戦が課せられている。欧州より地上部隊が引き上げてきている件と関係がありそうですな。これは話が早い。その通りです。霊夢閣下より、ここ中国大陸における支配地の要塞化を命じられている。要塞化ですか。独仏国境のマジの線のようなものでしたら鉄鋼とコンクリート、そして人員が相当数必要になります。金に糸目はつけん、頼むぞ。かしこまりました。それはそうと、閣下にお渡ししたいものがありまして。何かね？我々小玉機関は、ドイツのアーレンス商会とも取引がありまして。今や完全に敵国となったドイツの商会と取引があるという話は、軍人としては見過ごせませんが。まあ良いでしょう。彼らを通じて閣下宛に手紙が届いております。手紙？はい。差出人はトリスタンとなっております。ご存知ですか？いや、知らないなですな。まあいい。中を見てみるとしよう。これは、ヒムラーの前線視察予定表。なんでこんなものが。次回、囚われの足。ご視聴ありがとうございました。